じゃあ行きましょう。ストーリーが進行すると、はーい、多分大丈夫でしょう。よし。ん？広いね。あ、そうだね。わあ、こんな感じで、わあ、本当に丸、本当に丸ごとないんだね。わあ、すご。わ、なんか鳥肌立つね。唖然とする。いやほんとアイスクリームみたいにくり抜かれてる。すっごいなんて、ほんととんでもないね。ああ青白いものに包まれてますね。うん、クロスベルは力を手に入れた。いやー、クロスベルはクロスベルで大変。あれ、ヘビ関係してるんだっけ。してな。ああ、何かが起きたのと帝国での内戦勃発はほぼ同時。なるほどね。はい。今ロイド君たちも大変な目に遭ってるね。はい、奥の方から。何ですか、ペッキね、変なもん踏んだんじゃないの。地雷？何？マキアス、動かないで。あ、地雷っぽい。動いちゃダメ。おぉ、ああ、危ない危ない危ない。よかったね、そんな大した。なんだこりゃなんだこりゃ。改良型のオーバルマイン。やっぱり。いるんでしょ、二人とも。ああ。なんや、気づいてたみたいやな。腕を上げたようだ。おーおーおー、曲曲あれはなんか監視されてんの。なんで言ってきてんの。レグラムであった、ね、やっぱりか。久しぶりやな、ビー。ひーふーみー。だいたい1年ぶりくらいか。今月を数えてたの。ちょっとは背も伸びたみたいやな。筋力、反応速度、瞬発力、すべてが以前を上回っている。わかるの。これも時の流れか。育ち盛りだ。紋章、西風の旅団か。その名前は確かフィーがいたっていう。うん、トラップ使いゼノ。こっちはベヒモス。レオニダス。ベヒモスって。まあまあ、そう気張らんといてや。せっかくの感動の再会に水を差すもんやないで。なあ、フィー。感動なの。変わってないね、ゼノ。でもいきなりトラップはさすがにうざい。ほんの挨拶代わりやってんけどな。練習用のおもちゃなんてなかなか懐かしかったやろ。ま、仕掛けたもあれ一個やから堪忍してや。その一個的確に置かれていたという。まあいいけど、レオも元気そうだね。ああ、一年そこらではお前ほど変わりはしまい。大人と子供の違いというものだ。また子供扱いする。二人とも今までどこにいたの。一年前みんながいなくなってから足取りすらつかめなかったのに。
さてな。まあ昔のことやし、細かいことは気にせんと。今は貴族連合の連中に気候兵の指南とかしとるで。素直に聞く気あらへんし、あんま見込みもないから結構大変やけどな。そう。なんだ妙に軽いというかマキアスのこの一般人論まあフィーの顔見知りみたいだし。油断するな、お前さんたち。はい。あれでも赤い星座と並ぶ大陸最強の両兵団の一つだからな。って言ってもね。フィーのフルスか。そろそろ時間やな。もうちょい世間話でもしたかったとこやけど、あいにく今日は仕事で来ててな。仕事で？一応確認するが。あ、聞くつもりはないな。ああ、行かせないっていうこと？まあそりゃそうか。うん、ここは戦場、そして今は敵同士だったら全力でかかるだけ。分かってるみたいやな。おお、え、それ何？うわ、すごっ。よくそんな軽々持てるね。なあ、ブレードライフルにマシンガントレットか。ブレードライフルか、ガンブレードとかあるもんね。うわ、かっこいいな。そんじゃな、始めるとしようか。おー、曲覚悟はええな。トールズ士官学院7組、遊撃士ともども、せいぜい死力を尽くすことだ。瓦礫と化した要塞に塵と巻かれたくなければな。なんて圧力だ。二人とも男女連隊長を務めてた。こちらの勝率は2割。まあ死ぬ気で頑張って。なんと2割しかない。ほとんど勝ち目がないじゃないか。マジだが、やるしかない。全力で迎え撃つぞ。はい。もう強そうなんですけど。ほな、とっとと始めようか。果たしてどれほどのものか。吐きそう。俺の番だな。吐きそうな剣について。さあ、一気に行くぞ。いや、任せて。トワルさん出すべきなのか。行こっか。行こっか。初でクロノドライブしよう。アークス駆動。こいつはエグいで。そら、なにそれ。あ、壊した方がいいやつ。僕の番だな。あー、なるほど。これまでやれずにいけんのか。ちょっと道具のバトルスコープやるか。で、いつ壊れるかだな。はい、以前シーと戦ったみたいに、なんかこう新しく、そう出される感じ。はい、僕の番だね。エコビだな、これはね。みんな元気を出して、行こっか。行こっかなんだけど、ちょっとバトルスコープしよう。どっちから行こっか。まあ、とりあえずレオニダスにやって、なんだっけ、ベヒモス、レオニダス、西風の旅団の連隊長にして、ベヒモスと恐れられた巨漢、強力なマシンガントレットで全てを粉砕し破壊し尽くす。はぁ、せやっ。おー、ナイス。おー、ナイス。あ、カウントに。これ壊した方がいいやつですね。僕の番だな。あー、リン君が2か。入らないかな、エリオット君。みんな頑張ってくれ。で、任せて。気絶をキュリア入れてないんだよね。入れてないから、気絶契約をリンにしといて。ありがとう。マイル、カウント1とか言われてなかったっけ。ちょっと早手で入ってる。見ろ、肩、早く、今だ。ほい、もらい。オッケー。壊れた？壊れてない。
入ってなかった。さてと、こう、なんだっけ、ブルーララバイでこれを壊す。眠って、大丈夫かな。ダメだ。あ、でも遠い。カウント1、うん、任せて。スカットリッパで入る。入ってないな。これは絶対に入るから地点これ。あ、でもダメだな。普通に攻撃するか。スイッ、えい、ギリギリ。こいつ、あ、あもう、うん、意外と耐久力あるのが困りもんだな。さあ、リオットくん、リオットくん結構遅いね。スカットリッパー、僕の番だな。エコビしたいからバトルスコープ使おう。こっち？ほい。はあ、罠使いゼノ。罠使いの2つ名を持つ西風の旅団連隊長。ブレードライフルで戦場をかけ、無数の罠で敵を翻弄する。つく格好か。ないね。あ、つくのは。ほいっ、もう一つおまけや。もう一つおまけや。またキミザメのこと言って、これでも食らえやみたいな。あれもやりたいな。ユニットサイクロン、遅延も一応入るから。せーの、とどめ、崩れた。早い。うん、うん、あのあれは気にしなくていいかな。甘いよ、甘いよ。うん、エリオットくんが遠いのがね、入んないよね、入んないね、入んないよね、入んないわ、無理だわ。みんな元気を出して。カウントさん、なんでそこに入るかな。早すぎ。カウントに行くぞ。はい、はやてって。目の肩、はやて。行こっか。よしよしよし、行こっか。どうしようかな。どっちから行く？こっちの方がうざい。どっち出してたんだっけ？この人だっけ？この人だよね。から、あ、入る。排除する。あ、入った。なあ。あ、ああ。イベント戦？やばいね。なんて連中だ。しかもまだ、うん、だろうね。アーツ使い以外もそれなりにある。あー、リンくん、バリマール呼ぼうとしてる、もしかして。なんに、貴様ら何をしておる。あ、うわうわ、おい、来ちゃったよ。横断鉄道方面は陽動。最初から側面から奇襲を仕掛けるつもりだった。例のあれ、あ、バリマールのことかな、分かんないけど。あー、どっか行った。我々に任せておけからの、どうする。うん、どっちかっつうとこっちの方が楽なのかな。どうなんだろうね。ね、あ、呼ぶ、やっぱり。バリマール今どんぐらい回復してんのかな。灰の騎士バリマール来ますよ。おお、来ます。ちょっとワクワクする瞬間よね。
本当にありがとう、なんか嬉しいね。ステルス機能とかないのかな。来てるのバレバレなんだけど。ありがとう。ハイノキシン人形。マッキーやつポカーン、本当に来た。やっぱりすごいや。このイリオット君の顔でやる。はい、鬼神戦始まりますか。そして相変わらずのセリーヌ。よし、行こうか。我らがた、誉れ高きドラッケンたちよ。存分に動けそう。ほんとね、武器いつまでたってもないね。え、なに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 、武器なら目の…あ、奪い取る。奪い取ろう。じゃあそれも自分のものにしちゃおう。おう、というわけで、さあ準備はいい？似た似たじゃない。2匹とりあえず、じゃあ1匹っていうことね。あ、ターゲット変更について。あ、そうなんだ。へえ。右から行く、手前から行こうかな、こっちから行こうかな。体、うん、233崩し有効度4だって。 OK、 その盾は何のためについてんだっていうぐらいガードしないね。まあ即座にガードできないか、突然来られたら。聞いてるわ。聞いてるわ。はい、この調子を。必殺発光剣。いいね。CP は何のために使えばいい？反撃。ではまだいっかな。これを続けていこう。あと一つ。はい、あと一つ。はい、はい、とどめかな。よっしゃ。さあ、もらいましょう、それ。奪え、奪え。ひるんだわ。ひるんだ。今だ、破光剣。いいですね。ゲットもーらい。おー、いいね、かっこいいね。やるじゃない。ああ、うまくいってよかったよ。いいね、こっちのもんです。さあ、ここからが本番だ。いいね、さすがリン。あー、見事なものだ。あ、あ、アークスが光ってるよ。共鳴してる。あんたの剣術、せいぜい見せてやりなさい。なんかフィーがいる。パートナーによる EX アーツが使用可能になった。リン以外の7組メンバーはバリマールの準契約者として特殊な機能を発動させることができる。鬼神戦時、絆ポイントの一番高いキャラクターがパートナーとして選ばれ、キャラクターごとに異なる EX アーツを発動することができる。
それがフィーなの私。まあフィーとさっきずっとリンクしてたもんね。で今フィーのターンが4番目に来てるけど、その時に何かしてくれるっていうことか。 CP なくなっちゃった件について。なるほど。剣、あ、こっち銃なんだ。なるほど。どっちが厄介？まあ剣からいくか。ターン！おお！そこだ！ターン！確実にダメージ値が上がるね。みんな何してくれるんだろう。行動順早くしてくれたらいいな。パートナー交代について。パートナーは R1 で交代することができる。行こっか。 EX アーツ。あ、いいねいいね。 EP200。 はあ、これは私の EP 持ってかれるっていうことか。チャージ。なるほど。他のキャラが何使えるのかどうか見たいけど、 EP 回復とかあるんだね。まあ早くしてくれたら嬉しいかな。はっ、おっしゃ。これ誰？これ自分ね。そして増えている、何気に。不通知発生率で、下の人がさあれなんだよね。これ使ったらどこ行く？そっち行くか。まあまだ気にしなくていいかな。そこだ。うん、うん、任せて。そうね。どうしようかな。硬直時間が短い。風属性。ちょっと他のキャラクター、あ、見れる。エコーズビート。バースドライブ。エコービー、エコビー、エコビー。ここは任せた。うん、頑張るよ。あ、間違えた。チャージ、チャージじゃなくて、エコビーを。あ、回復すんのか。この状態でまだ回復、じゃ、交代できそう。あとはお願い。あとは任せたまえ。加速。なるほど。大地の力。なるほどね。じゃあ、大地の力を。風属性。え、リンクなんだったっけ。あ、水だ。変わってくれ。うん、頑張るよ。頑張るよ。じゃあ水のアクアスターをこっちにしてもらう。それ、アクアマターか。おお、すごい。ファーストショットやられてるよ。あ、そんな痛くない、大丈夫。まだ、攻撃力上げるやつとかはないから。ターン！チャンスだ！そこだ！ターン！オッケー。いいわね。あと一押しよ。一押し。ターン！チャンスだ！はい。効いてるわ。あと一押しよ。おっと。残月が使えない。じゃあ防御しよっか。さあ、あ、でもそこに来るのか。あ、まだなの。まだ防御してみようかな。そこに入るか。あのリン君はどうなんだろう。リン君じゃない、エリア。僕の番だね。じゃあアクアマッター。やよしよしよし、やったわ、やったわ。残り1体よ。はーい。ふぅ、買っちゃおうか。そこだ。チャンスだ。よし、必殺。この手で道を切り開く。無双電撃。無双破産。破産。おお。次はアームなのかな。頭防御したらそっち行くか。じゃあ防御しようかな。かかってこい。
僕の番だね。アクアマターを、あ、違うわ、こっち、こっちで違った。ナイス。効いてるわ。この調子よ。これ体ダメなんだ。頭？よし。そこだ。オッケー、オッケー。うん。うん。じゃあ。ごめん。あとはお願い。任された。じゃあこれ行こう。やっ。ゲイルレイド。おい、すごい効いた。まだ構えてる。防御しようかな。さあ、かかってこい。甘い。頭。いいわね。あと一押し。最大ではないのか。腕やってみる？腕もそうでもない。行こっか。ここは任せた。あとは任せたまえ。ジオエイク。おー、強っ。お疲れ様。まあまあじゃない。おお。やります。でもまだ後ろにいっぱいいる。さあどうする。まだやり合うつもりなら相手になるぞ。やったーリン。さすがだね。ああ相手の武器を利用するとは。なんか緊張してきた。そこまでだ。何、誰の子クレイグ中将なのでは？おお。あ、父さん。そちらは一気のごらず退けた。おお、かっこいい。貴様らもデク人形もろとも尻尾を巻いて立ち去るがいい。さもなくば第四機甲師団主力部隊が相手になろう。かっこよすぎるでしょ。あどっから？ん？誰だ？ん？あれは？あれってあの人は？クリアさんじゃない？おお、すごい銃構えてる。敵対長期センサー撃破。あ、センサー撃破。西風の様子は？両名とも5時方向に待機。動き出す気配はありません。了解。ひとまず捨ておいて構いません。そちらは街道方面の警戒に当たってください。イエスマン。あの距離からの精密狙撃、すでに我らも射程に収めているか。はあ、すごい、ね、アイスメイデン、聞いていた以上の腕前だな。へえ。怖い怖い。あないなとこから睨まれたらちょっと打つ手なしやな。ま、ここらが潮時やね。ほなな、フィー、俺らはそろそろ退散させてもらうわ。次に会う時までにせいぜい鍛錬を積むことだ。内戦という炎に煽られ塵と化したくなければな。ゼノ、レオ、嫌いではないんだよね、フィーは。立場が今ちょっと変わっちゃったけど。ふう、とりあえずはお父さんにも会えそうだし。